お待たせ。 変かな? アラミゴの伝統的な民族衣装なんだ。 イダ姉さんのお気に入りでさ。 今更姉さんの真似をしたいってわけじゃないよ。 でも、アラミゴ奪還に向けての最後の戦いだからさ。 一緒に戦いたいと思ったんだ。 あなたにそう言われると、なんかちょっと照れちゃうかな。とにかく、あなたを呼んだのはね、最終決戦を前に気合を入れておきたかったからなんだ。 組手に付き合ってくれない? ここにはかつてモンク僧が修行した場所があるんだ。そこでちょっと体を動かそうよ。